賠償金を払え、あるいは無償し現状を復帰させるよう努めよと言われておりますが、そのようなことに対しては一切従わないとイスラエルのネタニヤフ首相が大演説しました。そしてこともあろうに、私の最南端ダマスという杉並区ぐらいの大きさのところにある小さな町において大量虐殺を今イスラエルが敢行しておりますが、それに対してなんと民間人を一人も殺していないなどと、民間人を一人も殺していないなどと演説し、もちろんそれは大嘘なんですが、それに対しこともあろうに先進国のアメリカがそれに対し拍手喝采と歓声を浴びせました。そのような最悪の演説に対し、戦争犯罪に対し、他人の民主主義国家、ロシアや中国とは違うアメリカという民主主義国家が、このネタニヤフ首相という極右独裁政権を牛耳られるような戦後最悪の戦争犯罪人に対し賛辞の言葉を送ったのは、今後世界史的に見ても最悪の事態だと言っても言い過ぎではないと思います。民間人を一人も殺していないなどと申しておりますが、イスラエルは子どもたちを1万5000人以上殺し、女性たちを1万人以上殺し、総じて4万人近くの民間人が殺害されております。戦争犯罪が公然と行われていて、それに対しアメリカが虚言を繰り返し、妄言を繰り返すネタニヤフ首相に対し結びつきを与えてしまったのです。